BC, when the gods of the Old Testament ruled the land. は神官フレア、炎の兵のフレア、フルアーキス、神の歌のマーサに次ぐ。神の裁きは下された。神は貴様に生贄としての役割を求めている。神にその身を捧げたよ。さもなくば醜く焼かれ豪華と共に滅びるが神の意。この私の顔のようにな。マサ、クソ、マサを焼いたな。ダメよ、アレス。なんだ。神官には決して逆らってはいけない。彼らは神の使い。しかし人間どもよ、神の意志に従え。神だと。貴様は何者だ。アーレス。貴様が大地の剣士を名乗るアーレスか。ウルデでその名を馳せているそうだな。お前の残虐非道ぶりも聞いている。神の意志を面目体不に方々の美しい集落を焼いては自己満足に浸っていると、自らの醜い顔がさすがそう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 。人間どもが恥ずかしい口を聞くな。それを神の意志だと。その通りだ。我々に何をした。大いなる慈悲を与えた。慈悲、ふざけるけな。神が我々にしたこととは、殺物を腐らせ、地震を起こし、嵐を吹かせ、人々を苦しめただけだ。母なる心の大いなる意志と知れ。人間を苦しめ人間ごときには到底理解はできぬ。
ああ、理解できるか。だが、生き延びようとする意志はある。それが神の意志に破綻するとしても。抜くというのか。人間どもは学ぶことをしない。己の身の程をわきまえ、己の身の正義を盲信し、神の身になる意志を理解しようともしない。ボロボロ者め。何、身の程を知るがいい。やった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 。アルセムーンフレイム、天井に燃え盛る炎の精霊よ。にボロかなる人間ども。貴様。アルス、ダメね。まだ。引き落としちゃった。これは最後通告だ。マーサ、神にその身を献上せよ。神の意志に沿うことこそ、この世の断りに沿うものと知れ。Thank you.
14,800 AD, the distant future where the human race faces the threat of extinction.世界は40、悲劇が繰り返されぬよう旧世界の秩序は悪化の元で人間に一人握りのものが、これを運営することとなった。それはゲン世界を支配する王侯貴族であった。やがて旧世界の秩序は秩序され、その技術手順は儀式となって残った。物に作物が実ることはなく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 生命としての役割を終えてしまった現在、人々は収される、わずかばかりの食料を糧としていた。それでも人々は、石を切り出し、衣服を縫い、物を加工し、商いを営んでいる。
年頃の女の子が、年頃でも腰をポンポン叩きたくなる時があるのよ。あなたがついていながら、ついにこんな真似させて。私が床にうつ伏せになってたのは、レイルルがこれを私から取っちゃったからよ。ねえねえ、はっ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 なさず持っていなさい。その髪は、あなたのお母様の。畳よ。だから、ね、レイルルを追いかけかけかけたくなってるでしょ。絶対に誰にも見せてはダメ。わかってるよ。もうすぐ18にもなるというのに。あなたにとってとっても意味のあることでしょ。もう耳にタコチューができちゃうわ。ラライラ。はい。花屋のお掃除、まだ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 。ライリーは、私と一緒にレイルルを捕まえてたけど、とにかく、ついと一緒にお花を一束、ジーナ以上へ届けておくれ。わかりました。あのお城へ、またお使い？そうよ。あそこはなんか不気味なんですもの。めったなことことこと言うたもたもたじゃじゃじゃり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 うちは花屋なのだからお花を届けるのがおしそそ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 そはーい。ぶつ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 言わないの。お城にいるウー様へ花束を届けるのよ。ウーとっても偉いは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 いよ。興味なーすいー。わかったわよ。行くわよ。このままで大丈夫かしら。はあ、お嫁になんか行かか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 ライリーが私をもらってくれるものね。はい。はいじゃないでしょう。ライライライ。君の花を持っていきなさい。必ず直接ウー様さまさま。あるいは、住者にお渡しするのですよ。いつもねえねえが、今日は、人と会わなくてはならないの。だから、行けないのよ。もう、ウー様様という人に渡せばいいのね。ウー様様よ。さあ、お行きなさい。じゃあ、ライリー。もうすぐご飯だしね。わかりました。おっとっと戻しとしいそ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 何か買ってくるわね。私は、人間なんてほとんどいなくなっちゃったのにね。一体誰と戦うつもりかしら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 。間違ってもそんなことは。お城では言わないわよ。行ってきてきめきまーす。
ブしますか。2000 AD, the legend is yet spoken as the end of the millennium nears. Choroize. あれがねえぞ。ファント、くそ、この俺が出し抜かれただと、舐めやがったかて、許さねえ。悪くないな。南ヨーロッパってのも、ここ最俺の忙しさと言ったら、スコップ片手に南極のシベリアまでって感じだったからな。俺の職業柄、それはしょうがないことだが、人を待っていちいち時間そもそもそもボボボボボボボしてしし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 時間の無駄って思っていたわ。意外気分こっちのちのいのいのいんだよな。ぼーっとしてるのって。猫の気持ちがわかるってもんだ。やはり少し緊張するぜ。今回のネタは、命を手に入れてたもんだからな。こんなヨーロッパのどいどやかな遺跡発掘に、どれ価値観があるかが分かってんのは、世界でも俺くらいなもんだ。もちろん、工学的に価値がないって言うわけじゃない。ここで見つかってくか。エジプトはギゼーピラミッドの最大とまで言われてるけどな。だが、それ、くまで、考古学的な価値でしかねえ。俺にとってくて、お宝さ、金は使うためにあり。そしてお宝は、掘り出せるためにある。それも、この俺に掘り出させるためにな。調査団の責任者が、俺の昔の知り合いってのは、もう早いとしか言いようがない。あらゆる風が俺を後押ししてるってことだ。この人何人できなきゃ、俺は廃入しなきゃなんねえ。しばらくすれば、世界中にここの場所情報が流れ、その前に全てをごっそりと丸ごと頂戴。あとで、のこのこやってきた二流ハンターどもには、俺のあの足音しか発見できなくしてやるぜ。特に。あなたの聞くあいつにだけは、知られちゃならねえからな。それにしても、遅いわな。わあ！飛行機の上で何をしとるのだ！なあだ！てえなあ！おっ、ちょっと、飛行機の上などで寝そべっておるからね。なんだ、まだ子供ではないか。
失礼だったな。もう18だよ。やっぱり子供ではないかった。ハイシティスクールスチューシデンデコ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 。ま、そういうとこ。空気の上で寝寝そべりよって。だだ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 。飛行機の上で寝そべってはいけないって法律でもあんのか？あるのだ。どんな法律だ？誰だよ、おっさん。私はリヒテル様の飛行場を警備して。警備員コスナーだね。君はあれ誰だ？30分前の飛行機で到着した若者だった。さあ何をしているのだ？だから寝そべってたんだよ。 なぜ寝そべっていたの？寝たかったった。私を気を感じするか。しょうがねえじゃん、コスナーちゃんちゃんさ。聞きやすくちゃん付けで呼ぶな。じゃあコスナー、わがままな警備員だな。そうか、あれだな。呼ばれた親戚というのは金のこと。かさあ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 、ペーナスさんの遠い。なんだ。どうやら親戚の特権で、ここに来た。すぐに気分は超アンダーダーになるのだ。観光名所などは何にもないのだ。一石二鳥のさあさあさあ、せきせき聞いたけど。発掘の真っ最中で観光どころではない。いいか。ここは子供のには危険で危ない場所なのだ。まして、自殺しなんと思われても仕方ないのだ。いいか、よく見るがいい。私の頭を見てどうする。いやー、薄いっすね。いいか、よく聞くのだ。マウンテンゲンゴリラでいるのか。 TNT 爆薬が1トン以上入っておるのだ。TNT が1トンね。危険なものなのだ。トリニトロトルペンのことだ。ピッ衝撃や摩擦に対して安定感があるからな。保存も効く。だって本で読んだことがあるんですよ、僕。学校の勉強ができるようには見えないの。学校で TNT 爆薬のこと教えるかい？遺跡発掘について。そうそう、の遺跡発掘についてなわけあるかよ。爆薬なんか使うやつはバカ遺跡を破壊したやつくらいのもんだ。僕がお仕置きしてやります。知った風な口を聞かない。私は警備のプロなのだ。私の方が偉いのだ。ああ、はいはい。それにしても、レイナさんどうしたんだろうな。ほら、無視するな。コスナちゃんさ、連絡取ってくんない？どうせ発掘調査隊の居住エリアなんて、飛行場の近くに構えるのもダメだろ。なぜそんなことを知っておるのだ？本に書いてありました。不本意だが、坊主の言う通りだ。しかし19があり、電話線も通ってる。じゃあ、お願い。だって、に出歩いたりする。と、言われてみたもん。俺の趣味じゃねえな。
12,000 BC, when the gods of the Old Testament ruled the land.
南の集落のことか。なんでも神の裁きがペペ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 ペアーレスですが、あの時炎の神器官に剣を抜いていたらこの村落は全滅していた。マーサの命一つずつです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 。ずっと西の方にシーアークという素晴らしい収集ラクークがあるだだだだだだだシーアーク、ウルのように緑に囲まれ、そして海に見えた素晴らしい場所、そこを統治している砂の神地官が穏健な方と伺っているわ。そこへ打て打つりす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 りもうほとんどの人たちがここを退去すると思うわ。私はに、でもこの子の未来までは私たちの犠牲にしたくない。なななな。ありがとう、アーレス。もう終わったみたいだね。ほとんどの人たちがここを退去するという確。あれ。あなたはどうするの？俺は、マーサのそばに。そう。最後の暴行をしてあげなさい。マーサの命を。あとと数日。Thank you.